はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼビタです。ということで今回はスバル新型レヴォーグ車中泊旅行編最終回をお届けしていきたいと思います。大分県日田市にあるオートポリスで行われたスーパー GT を観戦し終えたところでひとまず給油。ここまで約900キロの道のりを一度も給油せず走ってくれたレヴォーグには感謝なんですけども、平均燃費も 15.8 キロと上々、レギュラー満タンで車のお腹を満たされましたし、このまま次なる目的地へ向かいます。なんだかんだやっぱり渋滞はまっちゃって1時間くらいかかって、でようやく着いたんですけども、これ黒川温泉の山川っていうすごいこの風情のある感じですよね。この辺結構温泉街になってるっぽくて、黒川温泉とか白川温泉とか、あと田野原温泉っていうのもありました。じゃあひとっ風呂浴びていきたいと思います。いやーめちゃくちゃいいお風呂でした。で露天風呂とか家族風呂とかなんか内湯とか全部バラバラになってるんですよ、部屋が。この川の音もいいですよね。せっかく熊本来たんだったらやっぱ温泉入るべきかなとは思いました。ほんとめちゃくちゃ気持ちよかった。さあということでメインのスーパー GT の観戦も終わったし、あとは帰るだけですが、隣近所に帰るだけじゃないですからね。あと734キロ、ここから700キロ以上走ってやっと自分のところに着くと。さすがに今日このままぶっ通して帰るのはちょっときついので、車中泊してから帰ろうかなと思います。今川パーキングに着きました。ということで時刻は21時前です。はい、買ってきました。今日の夜飯はコンビニ飯です。あ、なんでかわかんないけど大盛りになってる。まあこれはまあいいとして、あとこれ天田くんスイートポテトっていう、スイートポテト好きなのでこれも買いました。じゃあいただきます。8年連続1位、何がかは分かんないですけど、口入れた瞬間これめっちゃ甘いんですよ。甘って思うんですけど、でも噛んでいくとその嫌な甘さじゃないっていうか、上品な甘さで、なんか普通のスイートポテトよりももちもちしてて、結構これ私好きです。美味しい。じゃあ車中泊する準備をしたいと思います。はい、ということでベッドメイキングできました。2回目のベッドメイキング、割ともう手慣れた感じでスッといけましたけども、まあ、昨日と一緒ですよね。掛け布団があって枕があってマットレスで、下にもマット引いてますし、でちょっと頭を高くしたいのでこれわざとこういう風に三つ折りにしてます。でもこれも実は昨日やってたんですけど、これのおかげでちょっと頭が上がる感じで寝れて、さらに快適でした。さらにこのランタンもつけてるということで、これほんとね絶対買った方がいいですよ、車中泊する方は。ってことで今日2日目終わりました。まあ初日に比べたら、まあ正直そこまでハードではなかったんですけど、まあでも今日は逆にめちゃめちゃ歩いたんで足だるいなっていう感じですね。今日スーパー GT ね、本当感動しましたね。久々の観戦だったんですよ、実際生で見るって。もうスバルさんもそうですし、井口選手も山内選手も本当おめでとうございます。結構ね私あの YouTube ライブでやられてるあのオンボード映像のやつとか決勝のやつたまに見たりしてるんですけどね、コメントも実はしてたりして、まあ明日はこれであと800キロ弱自宅まで帰るということで、よろしくお願いします。はい、ということでおはようございます。3日目の朝になります。今ねちょっとパソコン編集する関係でシート起こしてますけども、まあこれも全部倒して寝てましたけども、やっぱ広いしもうぐっすり、昨日ね10時ぐらいに寝て、で今朝6時ぐらい起きましたから、もう普通に爆睡してましたね。まあもちろん布団とかもすごい大事なんですけど、このガラスを遮光するのもめちゃめちゃ大事っていうのも、こういうねパーキングとかってああいう街灯がいっぱいあるんですよね。だからカーテンとかサンシェードがないとめちゃめちゃ光入ってきます。やっぱねそういう意味では遮光する必要は、まあほぼほぼ確実に必要性はあるかなとは思いましたね。
山口ジャンクションまで来ました。でここから広島大阪方面の山陽自動車道に切り替わります。はい、鯖川サービスエリアになります。海鮮丼がなんか有名らしいですね、ここは。サーモン、甘エビ、でイカとか入ってます。貝も入ってますね。こっちはお味噌汁がついてます。いただきます。ごちそうさまでした。ということで海鮮丼食べてきました。どれも新鮮だし、イカがねめっちゃ歯ごたえよくてコリコリしてるんですよ。でなんか珍しくねタコとかも入ってましたね。あの海鮮丼は結構おすすめです。サービスエリアだからって言って全然バカにできないクオリティでした。そしてこの海鮮丼を食べた後に食後のデザートで先買ったこれをいただきます。現在山陽自動車道を走行しています。で今広島県ですね。これは帰路に着いてからもう410キロ走行してますけども、ついにここで雨が降ってきました。でもこの新型レヴォーグは駆動方式が安心安全の四輪駆動ですから、こういうちょっとね天候が不安定になってきても走行安定性を保ってくれるといったところです。しかもスバルに関してはシンメトリカル AWD と呼ぶ独自の AWD システムを持ってます。エンジンであったり、まあ、デフとか駆動系それらを全部左右対称に配置していると、車の左右の重量配分がいいように作られているというのがこのスバルの AWD のポイントになってます。あともう一つ、雨降った時に必ず使うワイパーですけども、この新型レヴォーグはオートワイパーついてますから、これも非常に便利ですよね。しかもこのワイパーの感度に関しては手元のダイヤルを触ることによって変えることができます。はい、ということで福山サービスエリアに着きました。広島県ですね。ちょっとここでお昼ご飯を食べてから一気にあと走りたいと思います。結構降ってきましたね。ここでね、もみじまんじゅう買ってきました。広島銘菓といえば、まあ、もみじまんじゅうですけども、その中でも有名な錦堂っていうところのもみじまんじゅう買いました。この生もみじってやつです。であとなんかちょっと変わったやつで、期間限定かぼちゃもみじ、これも広島県産のなんかいちごを使ったペーストが入った赤もみじってやつ買いました。これ食べます。めちゃめちゃ美味しい。生地ほら見てください、もちもち。これもうまい。なんかかぼちゃのちゃんと風味もあるし、甘みもすごい上品です。これは結構あんこの味強めで、いちごの香りがファッと広がるみたいな、そんな感じですね。ごちそうさまでした。さあということで、もうここからほんと一気に帰りますけども、なんかさっきまでちょっと肌寒いなみたいな感じだったんですけど、一気に雨降って底冷えしてきました。ちょっともう寒い。シートヒーターつけてエアコンガンガン焚いてぬくぬくの状態で帰りたいと思います。今アイサイト X を起動して走行中です。でこれ偉いのが、今右車線工事中なんですよ。ですから普通に考えて追い越しの車線変更ってできないじゃないですか。それを今しっかりとこの車側も分かっていて、アクティブレーンチェンジアシストが効かないように、ほらこの右車線が消えてますよね。はい、今工事区間が終わりました。そうするとすぐに
右車線が表示されましたから、これでアクティブレーンチェンジアシストが行えると。ほらこんな感じで車線変更しましたよね。アイセンテックス使える場所と使えない場所っていうのをしっかりと判断してます。ついに中国地方を抜けて今関西に帰ってきました。めちゃくちゃホッとしますね。なんか地元じゃないんですけど地元に帰ってきた感があるっていうか、あーやっとここまで帰ってきたんだなっていう感じがすごい今してます。残りは170キロ弱、まあ、このまましばらく、まあ、ずっとこれ雨降ってますけども安全運転で帰りたいと思います。うわちょっと待って、今すごい偶然が起きたんだけど、これ前走ってんのスバルニュー BRZ のマシンが入ってる、これトランスポーターじゃないですか。前走ってんのスバル STI ってめっちゃでかく書いてるし、しかも61番のこれゼッケンもなんか貼ってますよね。これ多分車両入ってますよ。どこまで帰るのかわかんないですけど、うわめっちゃ偶然、ちょっとなんかまたテンション上がってきちゃいました。横もバッチリスバル STI パフォーマンスって書いてます。こんな感じなんだ。でサイドシールの部分にはなんかいろんな企業さんのスポンサーのロゴが入ってますよね。あ絶対これ運んでますよ。超かっこいい、すごい偶然な出会いでした。はい、ということでようやく帰ってきました。ラストに燃費を見ておきましょう。まず帰りの燃費だけで言うと757キロ走ってリッターあたり 16.2 キロになりました。なかなかいい 1.8 リッターのターボでノンハイブリッドって考えたら優秀だと思います。そしてこの3日間、トータルで一体いくらになったかっていうと燃費ですよね。総合燃費は、はい、距離1760キロ走って 15.6 キロになりました。でちなみに実際に入れた燃料と走行距離で割る満タン法で計算してみると、今回の3日間の旅行でなんとリッターあたり 17.2km っていう数字が出ました。まあ、高速で、まあ、法定速度をある程度こう遵守しながら走ってるとこれくらいの燃費は出るということになりました。リッター17はお見事ですよ。本当ターボエンジンでノンハイブリッドでって考えたら優秀だと思います。はい、ということで、3日間お疲れ様でした。新型レヴォーグで、九州まで行ってオートポリスを完成するといったところでしたけども、まあ本当快適に3日間過ごせたなっていうのが正直なところです。うん、1800キロ走った後とは思えないくらいこれ元気に喋ってますし、しかもこれソロでやってますからね。まあエンジンはもう十分にパワーあるし、高速でもまあ余裕だと。でさらに今回は基本高速がメインでしたからアイサイトを使って走ってたわけですけども、まあそれの精度も本当高い、うん、制御も素晴らしいものがあったといったところで、しかも今回のモデルに関しては STI スポーツの EX ですからアイサイト X もついてるわけですよね。で車線変更ももう自動でやってくれるわけだし、料金所の前であったりカーブの前で減速するっていうもうハイテクのシステムも入ってると。でさらに今回はあえてホテルとか旅館を取らずに3日間を過ごしたわけですけども、その時に大活躍したのが車中泊が余裕でできるパッケージング。だからここも本当魅力なんですよ。走行性能運転支援っていうところも魅力ですけども、このグランドツアラーのレヴォーグでやっぱこのパッケージングっていうのは相当にいいポイントだなと思いました。まあ、私オーナーですけども、まあ、改めてこれ車お借りして、まあ、はっきりと分かった部分でもありました。ということで
気になった方はぜひ乗ったり見たりしてください。というわけで、スバル新型レヴォーグ車中泊旅行編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。